どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルのちょっと細かい話、今回第3弾ということで動画ねやっていきたいと思います。皆さんね、この2つの動画ね見ていただけましたかね。9月の14日から始まる1滞在で1500ボーナスポイントをもらえる Q1 グローバルプロモーションと、先着ね15万名様限定にはなるわけなんですけども、 SPG アメックスのね、こちらはアメリカンエクスプレスのオファーっていう風になるわけなんですけども、5万円使うとですね1万円キャッシュバックということで、またねこちら上限2万円まで利用することができますんで、10万円利用すると2万円がねキャッシュバックということで、かなりお得ですよね。で今回ね話したいなという風に思ったのは、まずねフェアフィールド札幌なんですけども、こちらはですね朝食サービスがですねプラチナステータス以上の方でもないねホテルっていう風になるわけなんですけども、こちらね11月の1日1泊のねサービス料金込みで7,115円ということで、まあこれだけでもねかなり安いホテルではあるんですけども、まあこちらね一泊宿泊するとですね9月の14日から1滞在でね1500ポイントはねもらえるっていう形になりますよね。でマリオットボンボイホテルにはですねプロモーションコードってありますよね。でこのプロモーションコードね、今 MR4 っていうねプロモーションコードを入れていただくと、 JAL マイレージバンクのね会員限定プランっていうのがね出てくるんですよね。こちらは JAL マイレージバンクの会員の方がね利用することができるっていう形になっておりまして、まあ私の動画ね見ている方はですね、基本的に JAL のねあの会員登録されている方ばっかりだと思うんですけども、こちらチェックインの際にですね JAL マイレージバンクの番号が必要、まあ提示っていう形でね利用することができるプランっていう風になっておりまして、こちらですね9460円プラスすると、まず朝食はね温かい朝食毎日もらえてですね、またね1000円分のホテルクレジット、またね2000ボーナスポイントがもらえるっていう形になってるんですよね。こちらね価格差が2345円ということで、まあ、ちょっとね上がるわけなんですけども、朝食ついて1000円のホテルクレジットがついて、また2000ボーナスポイントがつくということで、まあ、かなりお得ですよね。まあちょっとね、まあ料金的にはね上がってしまうんですけども、ここまでポイントがもらえるんだったらね結構いいのではないのかなというふうに思うんですよね。気になる方ねチェックしてみていただければなと思います。もちろんですねこちらは9月の14日から始まる Q3 のね1滞在1500ポイントをですねこちらねもらえるっていうふうになりますんで、こちらねデスクの回答もね OK いただいておりますので、併用することができます。もちろんねこの Q3 グローバルプロモーション1滞在で1500ポイントはね連泊してもね1500ポイントしかもらうことができないので、この毎日朝食とかホテルクレジットとかこの2000ポイントのボーナスポイントは毎日ねもらえるわけなんですけども、 Q3 プロモーションの1滞在1500ポイントは1回だけ、まあ連泊した場合ですね1回だけっていう形になります。またですねフェアフィールドバイマリオット大阪難波でもですねこのね MR4 のプロモーションコードで、ね、入れていただくと、このようなねプランが出てきます。でこちらはですね朝食はつくんです。でホテルクレジットももらえるんですけども、1泊あたり500円分なんですよね。でボーナスポイントはねなかったりもしますので、まあ札幌の方はね条件はいいわけなんですけども、大阪のねフェアフィールドバイマリオット大阪難波でも利用することがねできるっていう形になります。それでは次にですねルネッサンスリゾート沖縄ホテルのクラブサビーっていうね連泊すると利用することができるねプログラムがありまして、このクラブサビーっていうのはですねちょっと公式サイトねここら辺に出しておきますけれども、ホテルでですねアクティビティが無料もしくは優待料金でね楽しめるねプログラムっていう風になっておりまして、もちろんねこの連泊するのは優勝のプランにはなるわけなんですけども、本来ですねこのクラブサビーっていうのは宿泊日数もね条件がありまして、2021年特別企画ということで、7月30日から9月の30日までの間ですねクラブサビープレミアム3連泊対象ということで、本来7月1日から9月30日っていうのは4連泊したお客様に対してこのクラブサビープレミアムっていうねサービスを提供ねしてたわけなんですけども、2021年に限ってはですねこのクラブサビープレミアムっていうのは3連泊以上ねしていただくと利用することがねできるっていう形になるんですよね。また2021年の12月の1日から2022年2月の28日までですねクラブサビーとクラブサビープレミアムに関してはですね本来3泊ね
利用していただいたお客様にこのサービス提供しているわけなんですけども、この期間に限りですね、クラブサビ、クラブサビプレミアムはですね、200以上ね利用していただくとこのサービスね受けることができるって形になってるんですよね。でこのクラブサビっていうのはですね、ちょっとねこれに公式サイトね出しておきますけども、こういった感じでねロングステイの楽しみをリゾートにアクティブに満喫ということで、クラブサビのね説明が載っております。まあ詳しいところはね、まあ公式サイトで載せておきますんで見ていただければなと思うんですけども、まあこういった感じでですね、バナナボートであったりビーチパラソルとかね、そういったものが無料でね利用できたりとかですね、こういったシュノーケルツアーとかシーウォーク、まあこういったものが 50% オフでね利用できたり、まあそれ以外にもね 30% でイルカとねアクティビティがね楽しめるっていった形になるわけなんですけども、まあこういったのもですね優待料金で利用することができます。でクラブサビプレミアムっていうのもね分かれてるっていうね話をさせていただいたと思うんですけども、クラブサビよりも無料に、ね、なる項目が多かったりねするっていった形になるんですよね。まあこのアクティビティに関してはですね、お子様連れのね方が結構利用するのかななんて思うんですけども、それ以外にもねレストランで、朝食とねまたねランチも無料になったりするんですよね。まあこういうね連泊ならではのね楽しみが、まあこういった感じでね利用することができるっていった形になるんですよね。まあそれ以外にもですね、ラウンジであったり、温泉であったりね、そういったのもね利用することができるっていった形になっておりますので、気になる方はですねぜひねチェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画ですね、マリオットボンボイホテルのちょっと細かい話第3弾ということで、フェアフィールのね札幌のこの MR4 のねプロモーションコードのねパッケージプランね、かなりお得ですよね。ぜひねこちら利用できそうな方はね利用してみていただきたいなと思ってるんですけども、あそうそう、ちょっとね言い忘れたんですけども、このプロモーションコード MR4 っていうのはね入れるとこのプランが出てくるわけなんですけども、この MR4 のねプロモーションコードの入れ方なんですけども、今ねマリオットボンボイホテルのスマートフォンアプリのね画面をここに出してるんですけども、アプリのね画面で検索するときにですね、この最低通常料金っていう項目がねあると思うんですけども、こちらをねクリックしていただくと、下の方にですね法人プロモーションコード追加っていうのはねあると思いますので、こちらでですね MR4 っていうのをね入力していただきます。入れたらですね追加されますので、どこあるかな、ありますね。でもうチェックがね入っておりますね。でこれで適用ね押していただいて、ホテルを検索ね押していただくとですね、こういった感じで、料金がね出てくるっていった形になりますので、ちょっと見てみましょうか。はい、ということでこんな感じでね出てきます。で MR4 っていうのがね出てますよね。プロモーションコードね入れて検索していただくとこのプランね出てくるっていった形になりますんで、こちらね9460円の価格で、ボーナスポイントがねホテルクレジットが1000円ついて、ボーナスポイントが2000ポイントついて、 Q3 プロモーションの方のボーナスポイントが1500ポイントつくということで、3500ポイントと、1000円分のホテルクレジットで朝食がつくっていう風になりますんで、まあ、かなりいいですよね。近くでね利用できそうな方はですね、ステータス収容とかにもね、まあ、悪くないのかなという風に言いますので、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてくださいあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。